ございます。これがちっちゃい。お疲れです。うえー、イケメンイケメンが大嫌いです。僕はやりづらい、やりづらいです。こんなイケメンが大嫌い。いきなり言わないでください、そんなこと。話できない。ベンツがびっくりした、ベンツがびっくりした。サムネで、まあ、コロナウイルスフィリピンでもらったって、まあ、ちょっと釣り的なサムネにはなってると思うんですけど、コロナウイルスはこれ対処できるの？まだそれは言えないです。あ、まだ言えないですかね。ただインフルエンザに効果があるっていう実証ができました。本当かよ。ちなみにこのベンツはもう芸能系なんでしょ？正面引っ掛けとるタグちゃんの。俺の方が使えるで。俺の方が吠えるで。俺めっちゃ吠えるで。ちょっと性能簡単に説明すると何？俺が分かるよ、説明しよう。こんな黄色いヘルメットかぶってるのは絶対分からないからね。分かります。分かりやすく説明しますわ。はい。除菌。除菌。消臭。消臭。マイナス4。マイナスイオン。はい、以上です。何やそれ。これだね、ちなみに。そうです。これ性能変えてあるの？はい、まあ、こんな感じよ。紫外線を使って菌を殺しますと、うん、匂いとかも消してくれる、うん、あのだから匂いも消す。そうだから、タバコの匂いとか、だからカーテンとかそういうのも、うん、あのこれ置いとけば俺の脇の匂いは消す。それはもう隣のキャバクラ行ったらめっちゃ臭いって言われたんだけど。俺臭くないで帰り見てたらめっちゃ臭いよあんたって言われて、うちも、まあ、これ早速入れるんですけど、はい、まあ、コロナウイルスに効くかどうかは、まあ、検査できないんか。できないんですね。ただじゃあ今までのウイルスには全部効いてきたの？そういうことです。 SARS、はい、SARS、 鳥インフルエンザ、はい、ノロウイルス。ノロウイルス、うん、これはもうデータが出とるんですか？出てますね。コロナウイルスは実際に手に入れてないで効くとは言えんけど、うん、まあ、だって効くでしょ。でもウイルスには効くんでしょ、ね、今までの過去のウイルスには。はい、はいはい、もう俺の声が大きいもん、ちょっとストレスになったな。ベンツ大丈夫か？じゃあやばい、もうストレス、やばいもん。やばくなるわ。お前かわいいだけで飯食いとるやつが大嫌いだもん。うわぁ、島が大好きだ。うるさい、うるさい、うるさい。ちょっと、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 おろしますね、おろします。危ない、はい、ちょっと、だいぶ全然、もう一目散に逃げてもらって、俺もちょっと張り切りすぎる。汗ばんどるもん。じゃあしかもこれね、ウイルスが効いとんのか。あ、はい、すごいね、体の中からすごい汗が来た。後輩の、まあ、15年ぐらいかな、はい、付き合いしとるところで、はい、まあ、お手伝いでとんのね。そういうことでね、まあ、働かせて働いとんだ。はい、で、本職が俳優。一応ね、あの、隠してやってたんですけど、最近バレましたよ、うん、いや、普通ここって社長さんとかが来る、うん、ところだと思うんですけど、うん、それを、うん、だから、うん、あ、なんで俺ここ立ったんやろと。お前イケメンムカつくんだよ。だからそうじゃん。俺金持ちやろこれ。あ、ごめんなさい。まあまあ実際に俳優やってるでしょ。やってます。まあでもそうだから、なんか恥ずかしいじゃないですか、うん、そういうの、うんうん、そういうのね。俺は別にチヤホヤされたいわけじゃないので隠してやってたんですけど、うん、まあ、この前バレまして、うん、でまあなんか誰に、ね、いや社長社長、あ、社長ね、社長にバレました。で、それで、あの、鬱陶しいですね。あいつ顔汚いもん。あいつ顔、俺は何も言わないです。何も言わないです。それで、こういう仕事があるから、お前行けよって言われて、うん、今ここにいるっていう感じですね。もういきなり突然現れたもんね。そうなんです。だけど、まあ本当にね、はい、これは本当に師匠さんです。本当にまあ、もともと、もう今医療機関とかでもパンパンなんですよね。そうですね。で、メーカーからもう意地で持ってきたって言って、メーカーさんが極東さん。これ本当にネットとかで調べてもらうと、本当にね、あの、めっちゃ売れとるでしょ。今売れてますね、はい、売りに売れとる、はい、でそれをまあ強引にパクテキぐらいだったてめえ持ってこないって言ったもんね。俺本来は医療機関とか学校にちょっと出す、うん、優先だから、はい、だからもちろんじゃあ問い合わせしてくれたからって全部が全部欲しい分だけ出せるかどうかも、はい、そうですね、ちょっと分かんないけど、ね、予約でさっき注文いただいてこちらの方で、うん、あの台数を集めてどんどん随時発送してますので、うんうんうん、あのね、詳しくはね、まあ、あの URL も貼っとくんでそっち見てほしいで、まあ、俺これ説明できへんであれなんですけど、はい、まあこれが30万ぐらい？一番でかいやつか？これですね。こっちが30万。で、こっちが？これが今で多分19万ぐらい。19万。はい。うん。あ、定価が書いてあるね。はい。うん。8万とか5万5千ぐらいかな。うん。8万とか5万5千。まあ、まあ、詳しくはもう、俺わからんで、別に俺営業でこれやってるわけじゃないんで、はい、ね、たまたま友達が来てくれてやっとるんで、はい、まあでも何、塗り替え道場見たって言って問い合わせたら、なんかつけてくれるの？いや、逆に、これぐらいつけよ。いや、1個買ったら
あのね、じゃあ逆に、うん、なんか これ買ってくれた人は、うん、なんかその塗装関連割引するとか、なんかそういうのにしていただいたら、うちは割引しない。いやいや、俺これヘルメット、はい、ヘルメットあげるわ。ヘルメットいらない。ちょっと待って、幸せ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 、幸こんだけイケメンの横にちょっと立つと俺嫌だな。え、なんでなんでなんで、え、すごいすごい顔の大きさとかも全然違う。なんか撮影は…ちょっと一回並んでみて。はいはいはい。事故映像事故すげえ、すげえ映像回ってないところも高圧的に来るから俺めっちゃ怖いんですよ。じゃあ普通いい人カメラ回ってないところではいい人でしたね。そういう感じでカメラ回ってないのに高圧的って、いい人でした、いい人でした。ついに出たよ、やばいやばいやばい、これ決めてないから絶対叩かれる。やめてください、やめてください。いや、まあまあ俳優だね、言っても。で、何ハリウッドにも出たんでしょ。まあ一応ハリウッドにもね、まあ、今後あの公開するものなんで、まあ、詳しくは言えないんですけども、うん、一応あのアクションやらせてもらって、うん、義務があるちょっとね。そういうことです、そういうことです、うん、で日本の映画にも出とるね。日本の映画にも出させてもらって。あれも言っちゃうの、まあまあ夢だよね、少年ジャンプで。じゃあちょっとまとめると、あ、まとめんと、これなんか付け立てよ、これ無料で付けよう。俺言えないんで、これメーカーさんから許可もらえない。いいですよ、いいですよ。まあ、練替道場から見て、まあ、資料請求は、資料請求はできるでしょ。まあまあそうですね、あの JMG に言ってもらったらメーカーさんは多分それで、これ URL 貼っとくで、まあそこから問い合わせるとして、で、電話番号もつける。はい、電話番号つけていい。これ、あ、いいですよ、いいですよ、うん、社長、いいですかこれ。いや、もう今回はちょっと社員さんもたくさんいるんで、まず社長が、まあこれうちタダだぞ、10万再生いったらタダだぞ、これ。あのーメーカーさんの顔見て、もうあの病院でさっきもずっと言ってたのが、やっぱりね、本当にね、使命感持ってる。あの本当にちょろっと聞いたら、病院とかそういう人が集まるところに早く入れてあげたいっていうやっぱ思いがやっぱあるから、まあ俺みたいなクズな人間はちょっと別として、これこそ考えてないから俺ね。ただ本当にまあこれぐらいつけてあげよ、ね、車はね、大丈夫です、もう大丈夫、これでも2万ぐらいするんでしょ。2万行って、オッケー、オッケーですよ。いい、あ、いいっす、いいっす、どうぞはい、どうぞ。いや、ちょっと鬱陶しい。やめろー。先生怖っ。やっぱ俳優だわ、うまいな。さあ、どれか。もうお前なんか嫌いだけど、まあ一応絡んだるな、しょうがない。ありがとうございます。で、はい、あ、ちょ、いい。じゃあ、で、まあ2個以上、30万以上、2個以上でしょうか、はい、条件が。これ1台からだけじゃなくて、そうですね。まあそれはちょっときついと思うので、確かにね。はい、まあ2台以上、はい。まあこれでかくなくてもいいね。これプラスなんかちっちゃいやつでもいいでしょ。そうですね。いい、はい、はい、大丈夫です、それは。いいですか、うん、いや、メーカーさんいいですか。まあ、あんまいいんだったら。俺いいものだと思うよ。俺聞いたら本当にびっくりした。で、まあ来てくれたもんね、今日。はい。それは一度欲しいって言って。で、まあエビデンスって言ったら分からないですけど、うん、まあなんかこう調査した結果を公正な、うん、あのところに出して結果をいただいてます。それはあの、うん、コロナウイルスではないけどね。そうです、そうです。もうそのさっき言ったインフルエンザとか、除菌のね、あの効果がちゃんとありますよとか、もうすごいってことだよね。消臭の効果がありますよっていう結果はちゃんと調べていただけたら。うんうん、料理のね、あのお店とかやってる人にも、うん、あのこれゴキブリとかの集合フェロモンか、うんうん、で、ゴキブリのフェロモン、フェロモン、あのだからいっぱい呼んじゃう、なんか、うん、ゴキブリ1匹、あ、ゴキブリって1匹おって、あのなんか200匹おると、ね、こっちからフェロモンが出るもんで、ゴキブリが寄ってくんだよね。 それをもう殺してくれるんで、あのあ、はい、だから俺さっきから言いづらいんだ。だから俺さっきから心臓バクバクしてんだ。大事開いたなんかゴキブリが集まらないようにしてくれるっていう。実際効果あるの、はい、実験も結果出てるんですか。出てます、出てます。実験結果が出てるの。いや、それは私とかがしたんじゃないですか。あ、違うところがやって、はい、あ、本当に効果出たっていう、データが出た。出てます。資料が出てるんだ。はい、まあ、その辺は、あ、だここに問い合わせんの。だけど、まあ本当に、まあ、問い合わせてくれて、今注文が入ってすぐ入るという状態じゃないし、医療機関からの注文がやっぱり先で今動いとって、はいね、結構もう加熱気味の生産体制なんでしょ。そうですね、もうそういうことね。1台できたらもう持っていくみたいな感じの状態なんで、はい、まあそこはどこまでこれ対応してくれるかってわからんけど、とにかくまあ俺らがね、こうやって発信して、はい、YouTube の力で発信して、まあ何かしらのね、力になればと思って、ね、俺はまあこれもらえるのなんて思ってんだけど、まあまあ、そうなんですけど、やっぱ、うん、ジャイアンソさんとか、うん、やっぱアルコール消毒が効くっていうのはやっぱみんな知ってますけど、うん、こういうのが効くんだよっていうのをやっぱみんなに知っていただくだけでも、うん、これはグリーンメイトっていう、まあそういうことね、グリーンメイトっていう企画でね、はい、いや俺が喋ってるのでうさんくさく見えるけど、本当にあの資料もし本当に興味があれば、はい、企業さんなんか見てもらった方が、うちはもうこれとりあえず会社に送ってたら、やっぱ社員もすごい喜んでくれたから、はい、まあ俺はいいと思うけど、うん、いやそれは多分ね、あの社長の匂いの問題だと思います。もうそれ言ってたんだろう。動画には映んねえだろ俺の匂いなんて。まあ、まあ、そんな感じです。はい。
あ、ちょっとじゃあ長くなりましたけど、あのぜひまたネットで興味あれば調べてください、はい、ちょっとまあふざけた動画にしてメーカーさん怒ってるけど、まあ、ほんとちゃんとした会社なんだ、はいね、俺全然めっちゃ謝ります、本当絡んでないから俺はね、で俺が販売するとかでもちろんないから、はい、あのぜひ見てきちっとね、あと実体験はあの豊中の方で、あの一応大阪の豊中なんですけど、そちらの方でそういうまあ実体験はできますので、あ、体験もできるの、はい、これ見れるの、はい、大阪だとね、はい、治療請求してくださいって言ったら、はい、資料結構、まあ、はい、こういうの全部送るんでしょ、そうですね、わかります、まず資料請求して、まあ、そこにあるカタログ見たら大体わかりますので、うん、じゃあカタログとかああいうの送ってくれるってことだね、そうですね、はい、資料請求があれば、あの興味があれば資料請求して、うん、ください、うん、でこれはちょっとおまけつけてくれるんで、また乗り換えどうしようね、はい、あの30万以上か、はい、まあそれ詳しく聞いて、あの本当にあのチッとした特別です、もうな本当にこれなんか CM で今日明日今日昨日会った人間じゃないから、十何年前から、で駒さんもそうですね、あの今日駒さんとかの、あのいつも YouTube やってるあのカメラマン兼編集兼声入れてたまにどぎついあのあのツッコミ入れとる、あの駒さん、駒翔さんの YouTube チャンネルのお兄さんが、お兄さんですね、来とるんで、まあ、そっちもまた見てください、はい、一応こっちでもう YouTube やってんだ、 YouTube のやつ作ったんで、またよかったら見てください、イケメンチャンネルだった、え、違う、違う、ちょっとめんどくさいんですよHWG プランニングっていう名前なんで、あの 何やってるの YouTube は、一応あの僕も役者やらせてもらってるんで、あの、うん、自分たちで映像を撮って、うん、あのそれをみんなに見てもらって、うん、あの上手くなってって、うん、でちゃんとあの映画祭、これ全部カットだけどね、おい、イケメン全部カットだよ、ずっとここもモザイクかけてる、珍しく今真面目に喋ってんだ、真面目なやつ嫌いだから真面目にイケメン嫌いだから、まあ、そういうところ終始モザイク、撮影回してないところで聞いてくれ後で聞いてくれ、これもう絶対使ってくれると思って一生懸命話してるのに、すいません、すいません、まあまあ映像で行きましょう、終わりますね、じゃあこっちと、ね、はい、あのイケメンと駒翔さん、またよろしく、よろしくお願いします、また見てね、はい、あ、お疲れ様、あ、本日はありがとうございました、ありがとうございます、お疲れ様です、いけねえ、はい、はい、なんかね、なんかない、面白い、なんかネタゲーっていうか、まあ一応役者やってるんで、うん、あ、なんか時代劇とか多いから、うん、割と刀さばきとか、うん、時代劇とか、時代劇もやってます、刀を扱うんやったら、まあ一応一般人よりは刀ある、あ、刀あります、うん、あ、まじですか、やれる、まあ、じゃあ後ろ向きで、まあ、刀収めさせていただきますね、うん、うんうん、やってないかおもちゃじゃねえかおい、いい刀あれ伝わるおい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 